X-34 を喧嘩し離陸するスター・ゲーザー。スター・ゲーザーはアメリカのオービタルサイエンシズ社が運用するロッキード L-1011 トライスターの改造機である。空中発射式人工衛星打ち上げロケットペガサスの打ち上げに用いられるほか、アメリカ航空宇宙局の X-34APO 計画をはじめとした様々な空中実験に用いられる。 名称は、スタートレックシリーズの USS スター・ゲーザーから、空中発射ロケットペガサスを開発した OSC は、アメリカ航空宇宙局の NB-52B を、借用して運用していた。しかし、将来的に同期は引退することが決定しており、自社保有の勃起で運用を行う必要があった。このため、1973年から、 エアカナダで運用され1990年に退役していた L-1011 から100型機 C 会 TNJ を購入。シリアルナンバーは 193E-1067。1992年からイギリスのマーシャルエアロスペースにおいて改修が行われ、1994年から OSC でレジナンバー N140SC で運用されている。 発射プラットフォームとして運用するために、翼の補強等の回収が行われた。また、旅客用の座席が取り外され、空中発射式ロケットの運用や、隠し空中実験を行うための機器類が搭載されている。これらの機器はミッションに応じて、容易に取り替えることが可能である。同様に、外部フックもロケットの他に、各種実験装置の搭載が可能となっている。 運用時には、ロンチパネルオペレーターステーションにおいて完成が行われる。年間維持費は400万ドルであり、1ミッションあたり追加費用として50万ドルかかる。ペガサス XL の搭載。ペガサス XL を切り離すスターゲーザー。ありがとうございます。